はいどうも、あけましておめでとうございます。今年も FX ガンガンやっていこうと思いますけども、本日、元旦はさすがにですね、世界中で市場が閉じております。ですのでトレードはありません。で、ここでお話したいのが、2023年 FX オリガルヒでね、最も効率よく稼げた方法がありますので、それを紹介したいと思います、えー。例えばね、最も私の中で印象的だったのが、介護職員さんとして働いている30代の方。 介護の経験は4年なんですけども、給料が全然上がらなくて、本当にね、年齢を重ねていけばいくほど、出費は増えていくのに、もう日ッチもサもいかないっていう状態で、私のね、FX を売りる日に、本当にね、なけ直しのお金で参加してくださいました。やっぱこういう方に、私は早く稼いでもらいたいじゃないですか。ですんでね、1年がかりでその方と打ち合わせをして、一つの計画を実行していったんですよ。それは、FX に投じる お金をを万円を2つつ。用意するってことがまず1つもう一つはですねこの方にお願いしたのはあの最初は稼げないかもしれないけどもでもコンスタントに月に3万とか5万は稼げるようになるよっていうことだったんですよでそれを目標に頑張っていただきましたじゃあここから手法の説明になりますけどもまずは10万円を2つの束に分けて10万円を口座に入れてエントリーします。そそしてその10万円をね、 13万とか15万に1か月かけてやっていきましょうってことなんですよ。で重点を置くのは1週間のうちの前半です。火曜日、水曜日、もしくは木曜日までかかるかもしれませんけども、とにかくこの火、水、木に重点を置いて、その10万円を11万とか12万にしていく。で、場合によっては11万でもいいわけですよ。たった1万増やせれば、そこでその週のトレードはやめるってことなんですよ。でも、いつも稼げるときではありません。 10万円でスタートしたお金が例えば火曜日にね9万円になっちゃったみたいなこともあるわけですよそうした場合どうするかってことなんですけどもちょっとここからねギャンブルチックになってきますけども金額をこの9万円からね、えー、減ってしまったんでロットを多少上げるんですよロットを1から1.1とか1.2にしますそうすることによって後半で盛り返していくって形を取るんですよねでそうなると結果火水木の木曜日までに 最初10万だったものが瞬間的に9万とか8万に目減りするんだけども最終的には11万に回復することができるってことなんですよじゃあ1週間で10万を11万に結果的にすることができたらかける4でどうなりますかってことなんですけども大体プラス3万とかプラス5万になって1ヶ月終われるってことになるんですよねで大体1ヶ月のうち前半の2週間では稼ぎやすくて後半の2週間稼ぎにくいという傾向にありますそうなってくると前半で10万円を 13万ぐらいにできたらもうね後半はトレードしないっていう決断をするんですよそういうことを緻密に繰り返していって稼いでいくっていうのが一つしかし不幸にもね10万円が月末までに12万とか13万にならずに逆に7万とか8万に減ってしまった場合はどうするんですかってことですその時に出てくるのが最初に10万10万で束にしたもう一個の10万なんですよ月末までに 本来増やすべきだっっったた万万がね7万円になってしまったとそんなことがあると思います。そしたらこの7万円はとどめておいてもう一本の10万円を持ってきて同じ方法をやっていくんですよ。そうすることによって資金を今度ね10万円を13万とか15万にするまた新たな道が開けていくんですよね。でもこうも考えると思います。じゃあ納めておいた7万円そして新たにこっちから持ってきた10万円でトレードするんだけども こっっっっちちの10万万円円も7万円になっちゃったらどうすすするんででかって話ですよね。当然そういうことってあると思うんですよ。まあ、可能性は非常に低いんですけどね。そうなった場合にはこっちが例えばね、えー、8万円になっちゃいました。まあ、7万でもいいや7万になっちゃいました。こっちに分けたやつも7万ですっていう時はどうするかっていうとこの7万とこの7万を初めてそこで合算するんですよ。そうすると14万になるでしょ。で4万円をこちらにまたね倉庫の方に置いといて10万でまた同じことをします。すると3回目のトライができるわけなんですよ。 こうなってくると、勝ち負け2分の1で考えるとまずね最初の10万がマイナスになって終わる可能性が2分の1だとします単なる確率なんでねでもう片方の10万円を取り出してこちらの方が目減りする可能性を2分の1とするでしょこの時点で両方ともダブルで2分の1になる可能性っていうのは4分の1なんですよさらにどっちも減っちゃったんで両方合参考合ちゃんこしてねでまた改めて10万円でスタートする時これがまた減る可能性っていうのはさらに2分の1の可能性ですんで の一かける2分の1かける2分の1で1 8分の1の可能性で両方の資金がなくなるってことなんですよ。でもこれを月単位でやりますんで1年間を通じていくとこの可能性は非常に低いということが分かると思います。それに他の手法もいろいろと交えながらやっていくわけなんでこの方法を取ってですね資金が減りっぱなしの人は結局一人目なかったんですよ。でこれが短期的に見るとね資金を増やすいい方法なんじゃないかなというふうに結論づけました。で、結果 その30代での介護職員の方はこれをコンスタントに使って一番大きく利益が出た、えー、と昨年の2023年の9月には10万円の利益プラスを達成することができたんですよ元金はだから20万ですよね20万円が月末までに30万になった形なんですよでそうすると介護職員の給料にプラスオンで10万乗るわけですから非常に助かりますよねで次の月には6万円とかになりましたけどそれでもプラス6万ですからねでその次の月にはまたねプラス9万になったみたいですね そういった形で、毎月3万5万のプラスを狙っていこうねって言って、結果、5万円以上のコンスタントな利益になってきて、大きい時には10万円前後にもなるっていうことになりました。で、これがね、1年間を通じてやると、例えばプラス5万が12ヶ月でもプラス60万なわけですよ。で、この方は介護職員でありながら、そういったトレードをね、毎日じゃないですよ。本当に、火曜日、水曜日で勝負がついた日は、それ以降しないわけですからね。で、えー、と10万円が、 あ2週間目で13万になったり14万になった時は後半の,あの2週間やらないわけですからねその分今までの基礎固めとか復習に当てることができて余裕を持って FX で稼ぐことができたという話でございましたまたね図解入りで、えー、これはね FX オリア費の中で解説しようと思いますけどもあの非常にいい稼ぎ方がね一つう編み出されたかなってことです私自身はこれ使ってたんですけども人に指導することっていうのはそんなにねあの数多くなかったんですよ でも、FX オリガルヒの2023年には、こういった報酬法を何人かの方にお伝えして、全員が同じようなプラスの結果になって、結果ね、8分の1で負け越した方っていうのは、一人もいなかったってことになります。ですので、これからも、これね、使っていこうかなというところですね。他にもいろいろとノウハウありますけども、それはまた別の機会にお話ししましょう。それでは、良いお年をお過ごしください。良いお年をっていうのは、昨年のうちに言わないといけないのか。はい。本年もよろしくお願いします。